数的優位でああなってしまったらもう我々の力不足なんだと長谷部監督言ってましたけども、はい、ちょっと違った2試合ですよね。そうですね、今度フルス対決、左足を振ります、前がいた、上げたじゃん、逆サイド来たかな、いきなり来た、いきなり来た、左からのクロスボール前、最後佐藤亮があっという間1分40数秒福岡先手を取りました。でもこの前線の3枚が非常にこう思い切りの良いプレーをずっと続けていたんですけども、まあ、ここでまあしっかり今野も佐藤も山岸、おお、チャンス、スローインから今野の折り返、山岸打った、スローインから出し抜きました、福岡アシスト、フルス対決の今野、スコア山岸0対2、3連戦の初戦福岡早々に2点リードです。動きで出し抜いて、まあ、深い位置まで入り込んで、まあ、この、ね、山岸、さあ福島主審の笛が鳴りました、渡辺は手前に入れます、頭でコースを変えました、クロスバー、これで長友が前に残しましたが、木村のタックル、それでも前を目指す福岡、入ったばかりの金森、届けば今野、チャンス、今野の右足、クロスバーか右のポストか、そして野澤はちょっと触ったでしょうか。さあもう一回コーナー、奥田ヘディング、1点差、熊田です、東京追い上げます、86分、熊田直樹、いやこのボール非常にスピードもあり鋭かったですね、まあ本当にドンピシャですね。エンリケ・トレビザン、これで試合終了の笛です。アビスパ福岡3試合ぶりの勝利、連敗2でストップ。